どうも、みちおです。はい、今回は、ノーマガチャ、はい、1週間分お届けしたいと思います。はい、まずは初日、1日目ですね。はい、ちなみに声はいつもと違ってですね、後入れで入れております。はい。さあ、何が出るでしょうか。よいしょ。早速1個。はい、幸先いいですよね。うん、初日から揺れてくれたということで、はい、何の弓でしょうか。はい、ちょっと共通ですね、懐かしの。はい、共通必殺が来ました。こんなのもあったかなみたいな感じですけど、まあ使わないっすね。まあまあ、でもはい、幸先いいスタートなんじゃないでしょうか。はい。はい、じゃあ続けて2日目です。はい、2日目行ってみたいと思います。さあ、ここね、もうね、毎日ね、朝が楽しみでしょうがない。2日目は何が出るかなと。よいしょ。オーケーオーケー、虹玉、いいっすね。連続で揺れましたね。はい、何でしょうか。これは何だったっけ。あ、はいはいはい、メイヤーの戦技。まあメイヤーは必殺持ってないんで何とも言えないけど、まあでも重式だからね、これはありがたいっすね。はい、まあどっかで活躍できるところが来るでしょう。はい、こちらは3日目ですね。3日目はちょっと出先でですね、回してしまいました。朝早くから仕事で外出てたもんですから、はい、撮影ができなくて、スクショで、お届けしたいと思います。なんとここでバッツの覚醒が出ました。はい、風覚醒ですね。よりによって撮影してない時にいい引きがね出てしまうっていう感じなんですけど、まあありがたく使わせていただきたいなと思っております。はい、はい、4日目は何が出るかなと。よいしょ、また揺れたからの虹。オッケーオッケー、覚醒出たんでね、ちょっと勢いが心配されてましたけども、虹1個でも出りゃ儲け者。投擲武器ですが、これはロックだね。オッケーオッケー、まあロックは推しキャラなんで、まあありがたいですね。多分使わないですけど、うん、まあまあまあよしとします。はい、じゃあ5日目です。5日目、さあそろそろね空振るのが怖くなってきたんだけど、どうでしょうか。よいしょ、 OKOK、 数多く出ましたよ。はい、じゃあスキップ。これはセリスですね。セリスの超必殺かなんかかな。この辺は何だったっけ、持ってないと思ったけど、はい、よいしょ。さあ見てみましょう、何でしょうか。オルランドゥ戦技ですね。エクスカリバー、はい、セリスの超必殺。まあまあまあいいんじゃないですかね。全部新規なんで、サイファーレジェ待って、開幕まとい、そしてで、セーラの超絶。なかなか良さげっすよね、これもね。はい。そして、オルランドゥの、戦技だね。オッケーオッケー。さあ、じゃあ次行きましょうか。はい、じゃあ6日目。6日目です。前回ね、いい引きしたんで、ここら辺もちょっとまだ怖いところはあるんだけど、
揺れてくれた虹一個、虹じゃない、ミラボか、ミラボ一個。スキップいきます。よいしょ、はい、これ出ましたね。江戸川のシリチェ、これミスリル200か250ぐらいね突っ込んで手に入れたシリチェなんですけど、ここで引いちゃったって感じですね。かぶりましたわ。はい、まあしょうがないっすね、こればっかりは。はい、というわけでじゃあ次行きたいと思います。はい、ラスト7日目となりました。行きましょう。どうでしょうか。あ、よいしょ、また揺れた虹1個。 OKOK、 まあなんだかんだ言ってね1週間、毎日揺れてくれました。はい、でこの動画の撮影がね、今、8月11日なんですけど、今のところ毎日揺れております。はい。どこまでね、続くか分かりませんけど、楽しみにしてますね。はい。まあ、そんなこんなで、じゃあ今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。